まあ、私の料理の基本としてはやっぱり料理にはその力があると、食べる人にパワーを与える、そして人生観を変えていくというのがもちろん料理である。やっぱり、常の手入れですね、研ぎ方の基本ですね、もうこれでええやろっていうような中途半端な気持ちでは絶対ない、そういう単純なことだけを私は心を上げてますね、うん。まあ、すぐに対応してください。その次に包丁の握り方ですが、人差し指を峰の部分、そしてあとの4本の指はこのように包丁の柄より下の方に、そして静かにこの角度に合わせて砥石の上に置きましょう。これで決まり。そしてゆっくり前後します。そして返りの確認をしましょう。次は真ん中の部分、同じように軽く添えてゆっくり軽く添えて、少し砥石の上は動きにくい場合は少し水を、これで全部返りが確認できましたので、そして先ほどの3本の指は今度は峰の部分、あとの2本はここに軽く10回、表の研ぎの回数関係なく裏は必ず10回、それ以上研ぐ必要はありません。場所変えて この時もやっぱり泥は必要ですね。薄刃ですね。この薄刃は指先をまっすぐまっすぐにする、ってこうと違ってね、まっすぐにするですから、自分の姿勢を正しくしてまっすぐ切ったいなと、そのためにこうこの指をまっすぐにするっていうことが大事ですね、はい。そしてこれもみんな一緒で、薬指をここに全部当てていく、そしてこの手のひらに包み込ん で人差し指を持って流れて